昨日は全然成果なし。お母さんも放火さんの現在住所くらい知ってて欲しかったわ。防衛軍に行っても全然教えてくれないし、別に知り合いもいないわけだけど。ああ、眠い。日本との時差があるから深夜でも油断できないのよね。ハスちゃんが電話してきたのが日本では19時くらい。こっちだと深夜4時。普通に寝てる時間なのよ。結果が到着するのは夕方頃。それまでどうするかな。正直打つ手なしっていうのが本音で。お父さんに連絡しても、聞いたことない。って言ってたし、放火さん食用上何を買う仕事だからプライベートに関しては本当に用心深かったのね。防衛軍の闇を見たわ。もう昼か、ご飯食べて次の策を考えるとしましょうか。無理なら帰ろう。ソフィアちゃんが明確な答え出した時点で私がここにいる必要はないわけだし、こっちの調査が進まないなら無理に動いても仕方ないわよね。うわ、風強い。帽子が飛んでいっちゃ。え、嘘や。帽子ないやん。え、待って、よく考えたら財布も全部あの部屋じゃん。ああもう、帽子はともかく貴重品はちゃんと持っておきなさいよ。私のバカー。やっぱり結果だけだと見てて恐ろしいのー。まだ子離れはできんのー。あ、この声、敵、デステナ終わったのね。結果よ、どうしてこういつもそそっかしいのじゃ。じゃから出かける前にいつも鏡で身だしなみと持ち物の確認をしろとあれほど。だってそうそう小言はいいのよ。相手嬉しいからうるさいから帰れに感情がシフトチェンジしそうだわ。ひどいのー。これでもずっと心配してたのじゃぞ。わらわたちが出れない間に相当に厄介な事件に巻き込まれたしのー。月下は守られておったから良かったものの、もしあの黒フードが月下を狙っていたらと思うと気が気じゃなかったのじゃぞ。それは、そうだけど。これ、ホテルに戻るぞ。言っておくが現状把握しておるのはわらわとネロくらいじゃからな。そうなんだ、他の子たちは。各自のんびりじゃのう。月下の身に起きておることは全部テレビで放送されとるんじゃ。ずっとテレビ見ておるのはわらわかネロくらいじゃよ。私の身に起きてることがそっちではバラエティ番組感覚ってなんか複雑ね。思考はラジオで聞いておったが月下よ。正直わしはソフィアに任せてそのままでもよかったと思うのじゃよ。え、待って体験は映像。思考はラジオって何それ。私のプライバシーないじゃない。私は関様のようにテレビとラジオを同時に視聴していませんので思考まではわかりませんけど、大体は同意ですね。でも仕方ないじゃない。私以外誰も海外で調査できる子いなかったし。いや、その、英語も無理だし、一人で遠出も無理。私が言ってもいいけど調査とか聞き込みとかすごく苦手だけどそれでいいなら。空港のチケットってどうやって買うの？会話ができなくてもジェスチャーや拳で分かり合えるのよ。スポーツでもそうだし。ごめんなさい、会話や聞き込みは多分問題ないのですが。体力がですね。私は数カ国語も問題ないし、その国の文化や風習、特徴まで抑えてる、適任なのよ。それはわしのアシストがあってじゃろうが、全部月下の手柄にするでない。結果が到着するまでに手柄なしじゃと月下の格好もつかん、成果の一つくらいは用意するのじゃ。ぜひ、そこ道路、車に轢かれても知らないわよ。久しぶりに出てこれたので張り切っていますね。やはり月下はわしがおらんとダメじゃからな、しっかりと導いてやるのじゃ。危ないじゃろう？前見て走らんか、歩行者優先なのも知らんのか。道路で出た席も悪いわよ。ほっこほっこ叫ばないの。誰が鳩じゃ。でも掴むと言っても放火さんの件なんて何もわからないわよ。ソフィアちゃんも家を捜索して貴重品とか回収してないか確認してってレベルだし、そもそも身を隠してるのに家に帰るかどうかも確率としてはかなり低いし。あとは何か関連しそうなことはないのか。あの水色小僧も証言では生きておる可能性があるのじゃろう。そっちはもっと無理。嘘で東京を混乱に陥れたやつよ。追ってフェイクをかまされたら時間の無駄もいいとこよ。では首謀者の一人であるラディウスという殿方の方を調べてみては。放火の足取りを探す目的としては十分あるんじゃないかのー。これ、あのラディなんちゃらが悪心境になった原因をとかあるじゃろう。そっちの前に、そもそもそれら関係を調べた程度で出てくるなら甘すぎ。それに放火さんは別にその二人について調べないわよ絶対。簡単な話、放火さんは他人の選んだ道につべこべ言わない。必要とあらば自分の道に引きずり込むことはするけどね。相手の定めた道に口出しもしないし、深い干渉なんてしない。あれは相当な自由人よ。組織という枠がなくなったら思いつきで特急列車のごとく突っ走る。知恵も実績もある分離性のある暴走列車みたいなものね。それに加え若返ったりフードを手に入れてる。ぶっちゃけ遊んでてもおかしくないわよ、あの人。まあ、だから資産を回収するために現在の家に帰るかもっとは思ったのは確かなんだけどね。なるほど、真面目な目的ではなく、もっと気楽な目的で帰ってきてると。そうそう、パトやメリアちゃんを巻き込むほどの要件なんてないしね。現状で敵勢力に突っ込むほどバカじゃないし。月下よ、否定ばかりで全然先に進んでおらんぞ。下方は寝て待てってことわざがあってね。諦めとるじゃないか。
無理、これ以上は時間がかかる。お父さんを使うにしても防衛軍の個人情報は第二部隊拠点に戻らないとダメ。防衛軍で権力のある知り合いが幅を利かせてくれれば動くのも楽だと思うのだけど。遺品整理って言えばね、でも来るのはせっか、ダメダメ、動物園にペンギンを一匹追加したくらいだわ。一緒によちよち歩いて終わり。なぜペンギンを例に出したのぜ。結局成果なし、仕方ないとはいえ、悔しいのう。人の芸術とはここまで国が変われば違ってくるんですね。スイスや東京とはまた違いますね。歩んできた歴史が違うからのう。それに各国によってはシンボルとなる建設物や自然環境が存在するのぜ。ほれ、空港でここらのパンフレットやマップはとりあえず取っておいたのじゃよ。本当すごいですね。私ずっとアルプス山脈付近の湖から出たことありませんけど、見たことない風景でいっぱいですね。この国にある悪神教は有名なのですね。観光名所にもなっていますよ。文化の違いってすごいんですね。ああ、ここじゃろ。悪神教イギリス大聖堂、ここ数年で閉鎖的だった大聖堂だったが、大司教の交代がきっかけで一般公開され、最近になって観光所にもなっておるらしい。悪魔を称え、悪魔の力を借り生きてきた者たちの歴史、細部などの展示、悪神教の教えと祈りを疑似的に体験するコーナーも存在するらしいのぜ。忌み嫌われておる宗教じゃからのう。じゃが悪神教が狙う信者は弱者、ならもっと一般人に浸透させたい、危険という認識を排除したいという思惑が見え見えなのが何とも言えぬがのう。しかもそこの色欲大司教様は絶世の美女として有名、大聖女まで言われてる始末。人によっては悪神教よりその大聖女様を見に来る人、教えを直接聞きたい人が多いらしいわ。放火さんも佐渡やりにくかったでしょうね。世界的に絶対適役の悪神教だけど拠点付近では好かれている。こんな状況で悪神教に乗り込んで紛争が起きたらどっちが悪か分かったもんじゃないわ。正直、手詰まりならここに行くのもありね。どうせ一般公開されてるし、狙いが安心安全な宗教で世界的な悪印象を払拭したいだけだろうし。色欲大司教、リフレット、私が一度使えた衛星弾でどこまでの相手か、見れるなら見たい。今後の基準になるし。行くっちゃないっしょ。近くまで来たらすごいのう。綺麗な気配と邪悪な気配が渦のように回っておる。言っておくけどあくまで観光だから、勧誘が来たら詩人を崇拝しているっていうのよ。嘘は良くないのぜ。いつ足を崇拝したんぜ。いいように利用しておるだけじゃろ。神畜祭かと思ったら内装が綺麗だし、花のお香の匂いだし、ここから先の気配がかなり綺麗、なんか拍子抜けね。結果よ、甘い香りで誘惑して捕まえる植物もおる。油断しておると餌食じゃぞ。席、行くわよ。私は周りの気配をもう少し感知してから行くわ。どうなつのぜ。なぜわしを先に行かせるのぜ。普通に感知しながら歩けるじゃろうが。バカね、一緒に行って一緒に罠に引っかかったら元も子もないでしょ。だから席は普通に行っていいのよ。つまりわしは最悪罠に引っかかってもいいってことじゃろ。ひどいのぜ、ひどいのぜ、冷徹なのぜ、血も涙もないのぜ、仲間をなんじゃと思っとるんぜ。敵であることと私がすぐに席を引っ込められること忘れてるな。喧嘩をするなら時とばを考えろ。あ、すみません、すぐ入りますので。あれ、この人確か。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。